んにちは、パタヤチャンネルです。今回は今まで紹介した店が多すぎて全部行けなくて困るということで、まずパタヤに来たら絶対に行くべき10店舗ご紹介したいと思います。正直この企画を考えたまでは良かったんですが、なかなか10店舗に絞りきれずにかなり悩みました。立地や値段や当然味も含めた今日現在の僕のおすすめの10店舗になります。順位はつけてませんので順番は関係ないです。久々にパタヤにお越しになった際にどこ行くか悩んだらぜひ参考にしていただければと思います。今回は詳しい場所は省いてますが、今回紹介するお店の過去動画は全部動画説明欄にリンク貼ってますので、興味ある場所はぜひチェックしていただければと思います。ということでまず1軒目になります。動画でもよく使いますカリカリ豚の専門店になります。少しジョム店寄りの郊外になるんですが、スクンビット通りとブンカンチャナー通りの交差点にあるこちらオーフクロープといいまして、もうすでにたくさんの方に行っていただいているお店になります。カリカリ豚ムークロップ専門店ということで、そのまま3種類あるソースをつけて食べていただくというのもかなりおすすめなんですが、タイバジルと炒めてガパオライスにして食べていただくのもかなりおすすめです。お値段自体も量からしたらかなりお値打ちだと思いますので、こちらはまず最初に行ってもらいたいお店になります。続きまして2店舗目もちょっと郊外になってます。サブチャンネルの方でもつい最近改めてご紹介させていただきましたこちらの究極のガパオライスを出すお店なんですが、新鮮な海鮮をふんだんに使ったガパオライスで、実際に食べるまではちょっと高いなと思ったんですけれども、実際に食べれば皆さん納得していただけると思うんですが、シーフードミックスのガパオライスが200バーツになります。具材の新鮮さが食べてすぐ分かりますし、量もかなり多いです。ほとんどの人はご飯が足りなくなってしまうと思うんですが、中に入っているのはエビ、シャコ、イカ、ホタテ、カニといった感じで超豪華な中身になってます。その具材の中でも一押しなのがこちらのシャコのガパオライスになります。かなり大きな新鮮なシャコが5匹入ってまして、中には子持ちのシャコもいました。場所はちょっと遠くて不便なんですけども、ここのお店もぜひ行っていただきたいお店になります。続きまして3店舗目はテパシト通りになります。元一流ホテルで働いてたシェフがやってるドローカルの食堂ということで一度ご紹介させていただきました。現在では日本人の常連さんもかなり増えたということで、日本の方の口にも合うんじゃないかなと思います。屋台のおばちゃんの豪快に調味料を入れる感じの料理も好きなんですけども、ここの料理は屋台では珍しくすごく上品で繊細な味になってます。何をオーダーしても外れがないお店になるんですけれども、パッポンカレーだとかチャーハン系もすごく美味しいです。そして嬉しいのがこんなに美味しいんですけれども、料金は屋台並みになってます。続きまして4店舗目は僕の中のナンバーワンのカオマンガイ屋さんになります。ソイニュープラザのカオマンガイもめちゃめちゃ大好きなんですけども、どちらか一つと言われたら僕が選ぶのはドンタンビーチ入り口のカオマンガイ屋さんになります。僕の中では上に乗ってるチキンもライスもタレも完璧で、値段も普通盛り40バーツ大盛りが50バーツと文句のつけどころがないお店となってます。パタヤに旅行できてた時も2日に1回ぐらい食べてましたし、現在でも飽きずに食べ続けてる数少ないお店の一つになります。続きまして5店舗目はタイラーメンクイッティアオのお店になります。場所はナクルアのフィッシュマーケットから徒歩数分のところにあります。いつ行ってもタイ人のお客さんでにぎわってるお店になるんですが、普通のこちらのクリアスープのラーメンも最高に美味しいんですが、僕の中で一押しはこちらのスープなしの卵麺の太麺のラーメンになります。ぜひ帰国前に PCR 検査とかを受けに行った帰りとかに食べていただいたらちょうどいいんじゃないかなと思います。6店舗目は超王道の遺産料理屋さんになります。遺産料理屋さんは何軒もおすすめがありまして、いろいろとご紹介させていただいてるんですけども、こちらのプラジャバーンが僕の中では一番観光で来た友達を連れてきやすいお店になってます。知ってる方も多いお店になりますので、あえて細かい説明はする必要ないとは思うんですけれども、お値段もお値打ちですし、何を食べても美味しいと思いますので、とりあえずタイ料理が食べたいと思った時はここ行っていただくのがいいと思います。続きまして7店舗目もテパシット通りになります。タイ風火鍋のモーファイと言われる煮込み料理になるんですが、
タイ人にも大人気のお店になります。牛煮込みをそのまま火のついた鍋で提供してもらうこちらの鍋も最高に美味しいんですけれども、このしっかりと煮込まれた牛を使ったガパオライスもかなり美味しいので、どちらの料理もぜひ試してもらいたい一品になります。続きまして8店舗目はつい最近ご紹介したお店になります。こちらのスペイン料理のお店です。屋台のお店になるんですけれども、メニューも多くてかなり本格的なスペイン料理が食べられるお店になってます。そして嬉しいことにお値段の方はかなりお値打ちです。ダントツおすすめはエビのアヒージョになります。最後にぜひパエリアで締めていただくのもいいんじゃないかなと思います。そして9店舗目はシーフードの一押しのお店になります。生きたイカのお刺身のお店やプーペンもご紹介させていただいたんですけども、なんだかんだやっぱりここが一番かなと思っちゃってます。新鮮なのは当然なんですけども、毎回驚くのがお会計の時になります。毎回結構高そうなものをオーダーするんですけども、一皿の量が多いということもありまして、食べ終わった時にはお腹いっぱいになってるんですけども、お会計を聞くとびっくりするぐらい安く済んじゃってることがかなり多いです。一人で行くのはあんまりおすすめしないんですけども、まあ、3、4人以上で行かれるのであればかなりいろいろ楽しめるんじゃないかなと思います。そして最後はどうしても僕の中で外せないお店、エミさん食堂になります。基本的には YouTube 等は全てお断りしてたお店になるんですけれども、コロナで常連さんの9割が来れなくなってた時期に一度ご紹介させていただいたんですけども、現在ではだいぶ復活してきまして、日によってはなかなか予約が取りづらくなってきちゃいました。以前300バーツでやってたおまかせコースは400バーツに値上がりはしてるんですけれども、内容から考えたら破格の金額になってます。ちなみにパテ屋で僕に一番出会う確率が高いのはこちらのお店なんじゃないかなと思います。開店前から閉店後までずっと飲み続けてる人がいましたらきっと僕だと思います。以上、今回は以前ご紹介した動画の中からパテ屋に来たら絶対に行ってもらいたいお店10店舗をご紹介させていただきました。今回は選ぶのが本当に大変でした。ここに入れてないけど行ってもらいたいお店もまだまだたくさんあります。実はつい先日撮影したお店でやばい美味しさのお店を発見したんですけども、まだここには入れてないです。来週か再来週ぐらいには紹介できると思いますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。次回木曜日の動画は珍しく観光地の紹介になります。長年ずっと行きたかった場所についに行けましたので、その様子をお届けしたいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメント、配信通知のベルマークのクリックよろしくお願いします。ありがとうございました。